お上手。できたね。じゃあ、シーバス乗るよ。準備 OK。準備 OK。機関車。電気機関車ね、そうだね。読みながら。いやー、全然ガラガラ。ジーナさんね、うん、そうだね。ガラガラ。イタリアから来た。イタリアから来たんじゃん。それ誰？それ誰だろう。今日もすごく大きなクルーズが来てて、シーバスの駅ね。何がある？旗。あ、本当だ、旗が、国旗がある。お、いろんな国の国旗があるねって言ってる。そうだね、どうやってだろうね、丸く作るのね。ね、ウォーターフロントでガスタン。イタリアから来たんだよ、ロレンツね。さ、ここバンクーバー仏教会の建物。あそこ渡る。渡ってね、学校ね。わあ、見て、見てみんな、うわあ。今日は幼稚園に行ってくれたので。ね、もうだいぶ紅葉が進んでね。学校の周りはね、バンクーバー港があって、あとはいろんな倉庫、お店。ちょっと歩くとガスタウンになってウォーターフロントになります。これはね、最近よくある貸し自転車っていうのかな、いろんなとこで乗っていろんなとこで降りられて、すごくみんなよく乗ってるの見るんだよね、うん、ちょっと歩いたらすぐギャスイおじさんのギャスタウンに来ました。もうすっとね、観光地っぽくなる。ギャスイおじさんがいて、ギャスタウン。センター、こっちはね、展望のハーバーセンターの、展望室の方へ上がる方。ここはね、世界一細い建物ってギネスのブックに載ってるということなんだけど、まあ細いのかな、細い建物。このね、カルチュラルセンターの向こうにね、孫文記念公園が。満腹っていう日本のお弁当屋さんあるんだね。